こがいいかな。何をしようかな。ご用は何でしょうか。ねえフェアちゃん、ちょっといいかな。どうしたのですか。皆さんお揃いで。いや、そのこんな状況で話すのもあれなんだけどさ、今じゃない。今までごめんねフェア。私たちちゃんと謝らなきゃって思ってて。え、私たち今まで一緒にいたフェアが本物のフェアじゃなかったことに気づかなかったじゃない。今思えば性格も違和感ありまくりだったのに、 AI の一言で納得しちゃってたの。捕まっている間過度にひどいことをされてたってのも聞いた。そんなこと気にしないでください。捕まったのは私自身のセキュリティの甘さです。それに何より皆さんはノットファウンドまで私を助けに来てくれたじゃないですか。皆さんと再会できた、それはまだ希望があるということです。皆さんには感謝しかありません。ありがとうございます。フェアちゃん兄様、そんなに泣かないでください。だって嬉しいんだもん。あのね、私ずっと会いたかった。私もですよ。今のフェアさんこそ私たちが助けたいって思ったフェアさんだわ。そうね、偽物は言葉の節々に冷たさが感じられたもの。どことなく近寄りがたい雰囲気もたまにありましたわ。今のフェアにはそれが全くない。とても心地いいわ。私は全てを愛します。この世に生きる数多のコンテンツや住民たち、そしてお客様であり救世主たる皆さんのこともです。ねえベア、私あの歌聞きたい。ほど綺麗な歌は聞いたことがないからな。創生の歌のことでしょうか。もちろんです。創造は大地を生み、感動の涙はその地を潤す。大地に根ざした愛情は目となり花となり、やがて世界を支える繁栄の大樹となる。改めて聞いても素敵なものですわね。
分は初めてちゃんと聞いたっす。すごい心が落ち着くっていうか。ありがとうフェア、久しぶりに聞けてよかったよ。フェアちゃんに出会った時以来だもんね。そんなに喜んでもらえて私も嬉しいです。角がフェアになりすましていた時、この歌を知らないみたいだったわね。最初は気分じゃないって言ってたしね。今思えば知らなかったからそうはぐらかしてたのかも。そうですか。みんないろいろ話したいことはあるけど、そろそろ出発した方がいいんじゃない？そうね、ちょっとのんびりしすぎたみたいね。では皆さん、引き続きよろしくお願いいたします。任せて。じゃあみんな行こう。皆さん、ランドさ、角に奪う。このままだとどれくらい引き出す。どこがいいかな。何があったのかしら。あ、来た。待ってたぞ。なになに、見送りに来てくれたの。その通り。これから出発する救世主をぜひ見送りしたくてね。ここまで俺たちの惑星のために尽くしてくれて本当にありがとうな。僕たちには応援しかできないけどさ、たとえこの星がどうなろうとずっと応援してるから。みんな、自分たちは最後まで配信を見届けるよ。そしてコメントで応援し続けるから。だから頑張って。これまでだってみんなの応援があるから私たち頑張ってこれたんだよ。そうよ、感謝したいのは私たちの方よ。その応援が実際に私たちの力になってる。それだから最後まで応援よろしく。我をもっと崇めよ。まあバイスちゃんからすぐ調子に乗るんだから。そこがキリ、あんたもエスケチくらいやった方がいいんだって。え、わかった。いや、そこじゃねえよ。完全に乗り遅れたわ。大丈夫ですわ、ちゃんと手を振ればみんな答えてくれますわ。私はそういうキャラじゃないから遠慮するわ。とか言ってさりげなくピースしてんじゃないの。皆さん、最後の戦い頑張ってくださいね。あ、ノル、ディア、最後の戦い、二人も配信と応援よろしくね。いえ、僕は一番近くで応援しますよ。どういうこと？最後の大舞台の配信はディアに任せます。任されました。
そして僕は皆さんを送り戻ってくる役に徹します。宇宙船操縦してくれるの？もちろんです。アイドルだけを送り出すなんてアシスタント失格ですからね。だから足になるのは当然です。僕が皆さんを無事に送り届けますよ。ノル、本当いつもありがとう。頼もしいアシスタントがいるなら私たちはもう勝ったも同然だね。ノルニ、これから操縦するのに死んでもいいとか縁起悪いこと言わないの？そうだった。皆さんごめんなさい。まあ嬉しいのはわかるけど、舞い上がって事故なんて起こしちゃダメだからね。うん、絶対気をつける。ちゃんと運んでくれるって信じてるわ、ノル。ディアちゃんのためにも無事に帰ろうね。じゃあ二人とも運転と配信それぞれよろしくね。僕に何なりと。ドランダル、人間の世界よりこんにちは。ハートです。この荒廃した世界でスマートフォンを見つけ、それ以来いろいろな配信をしております。美味しいお取り寄せグルメの食レポや、これが電脳宇宙。こんな時に行っちゃダメかもだけど、宇宙ってこんなに綺麗だったんだね。確かにすっごい景色。エモに来た時は見物する余裕がなかったからな。吸い込まれそう。これを越えた先にオアンデルがあるんだね。今まで以上に気を引き締めないといけないわよ。何せ敵の本拠地なんだから。今からそんなに緊張していては身が持ちませんわよ。オアールは真面目だからな。大丈夫、なんとかなるって。あなたはのんきすぎるのよ。皆さん、オアンドルに着く前にお話ししておきたいことがあります。以前話しそびれたのですが、なぜカドが惑星エモを侵略してきたのか。そっか、それを話そうとした時にテアちゃんはヘイロにやられちゃったんだよね。は囚われていた時に彼女が話しているのを偶然耳にしたのですが、どうやらオアンダルは崩壊寸前なのだそうです。崩壊寸前の惑星を再起させるには新たに正常なコアを用意する必要があります。それで惑星エモのコアを狙ったのか。その通りです。カドはエモのコアを奪い、新たなコアとして代用しようとしているのです。そして他にも惑星の再起に必要なものがあります。
つが創造の力。これはカドが部下であるアンチたちに集めさせていました。発根衆と名乗っていたやつらね。なんだか疲れる相手だったわ。でも私たちの相手じゃなかったよね。そしてもう一つが感動の力。こちらを皆さんに集めさせていたのです。だからわざわざフェアの姿になって私たちをサポートしたってわけね。カドも必死だったのかもしれませんわね。だって自分の惑星が崩壊の危機にあるのですから。だからって他の惑星がどうなってもいいなんて、そんなの間違ってるよ。ミーの言う通りね。カドもまた私と同じ電脳女神です。私には彼女の焦りや思いが理解できます。だからどうしても彼女を憎むことができません。優しいよね。もしかしたらあれでも昔はまともな女神だったんかな。どうかしら、案外そのままかも。昔はどうだったかなんて関係ない。少なくとも今のカドは我らの敵なのだ。皆さん、そろそろ到着です。いよいよ最後の戦いなのかも。え、最後にしたいですわね。みんな準備はいい？もちろん、いつでも行けるよ。よし、みんな惑星エモのコア絶対に取り戻すよ。おー、ここまで長かったね、まったく。ああ、だがこのエモのコアを新しくコアルームに収めれば。待て、コアが反応している。何か近づいているのか。ん？ああ、これはどうやら生きているみたいだね、女神くん。おい、ヘイロ、話が違うぞ。消滅させたんじゃなかったのか。残念だけど、やり損なったようだね。まあいいじゃないか、どうせもう終わりさ。まあ、それもそうだ。私のオワンダが移植すれば全てが終わる。Thank you.
限りの荒れ地と残骸ばかり。あるとすれば無駄つタワーが一つだけ。何が宇宙から見た限りだと相当広大な惑星のようだけど、全部がこんな状態なのかしら。この惑星の規模ならば以前はたくさんのコンテンツが創造されていたのでしょう。きっと素晴らしいコンテンツも数多く生まれたはずです。ですがそんなコンテンツたちもいつからか感動を集められず、でなければここまで荒れ果てるわけがありません。オワコンって悲しいね。確かにコンテンツには流行り廃りがあるわよ。でもいきなり誰も見向きもしなくなるなんて、そんなことありえないと思うの。たとえそうだったとしても、一つが終わったらそれに影響を受けた次の何かが生まれる。コンテンツってそういうものじゃない？ユウの言う通りだわ。みんながみんな流行ばかり追っているわけじゃないもの。一度好きになったらいつまでも追い続ける人だって決して少なくないはず。ね、そういう人がいる限りオワコンなどになるはず。エモにいたようなアンチが大量に生まれてしまったのかもしれない。それだってよほどのことがない限り起こることじゃないわよ。ほんと、どうしてこんなことになっちゃってるんだろうね。どうしてですか、カド。一体何があったんです。確かめようよ、フェア。カドに会って直接。そうですね。エモのコアはこの先です。この感覚からすると移植はまだ終わっていないようです。皆さん先を急ぎましょう。のゲームに出てるじゃないかって。なんか別会社扱いでオファーが来たんですよ。ともかくチャンネル登録よろしくお願いします。イエーイ。アンチなんかに負けないよ。展開、パンチに行け、おしまい、カ
ル全開来たね。よいしょ。そうね、ほんカプセル全開。これだ。いいわ。これね。ビーストッチ。よいしょ。一旦休憩。これだ。これにしましょう。コアはセットした。あとは惑星を再起させるための力を与えればオアンダルは復活する。ようやくだね、カド。先に言っておくよ、復活おめでとう。ああ、復活の時だ。ヘーロ、お前はオワンダルが再生する瞬間を見届ける立ち会い人だ。これが惑星エモで搾取したコンテンツたちの創造の力。そしてこれがあいつらが集めた感動の力。さあ、これで移植は最終段階だ。バーチャルユーチューバーの朝のルリと朝のあかねなのだ。私たちは YouTube を拠点にゲーム実況から歌ってみたまで面白いことなら何でも体当たりでチャレンジしてるんだ。リアル世界のイベントに出演することもあるのだ。もしよかったらチャンネル登録よろしくね。よろしくね。危険なオーラが出てます。いいもの見っけ。危険なオーラが出てます。気をつけていくんです。決めた。いいぞ。みんなおはようにゃらら。ホラー専門タレント事務所ホラーアカデミアンの研究生朝倉ピースですよ。アイドル事務所セキュリティシステム起動、ゲーム開始。さあショータイムだよ。ヘイヘイ、狙い撃ち。ジャンジャン撃つよ。ヘイ、ジャン
楽しい動画を探索するよ。いいわね。アクセル全開、おしまい、ジョイン、ヘイレイ、アクセル全開。何をこれだ。ギリギリ契約解除 RTA 待ったなしのやらかしプレッションスタート。待ってなさいよ。かきくけコンコンコンセロの電子妖精プロジェクトチーム、ガンガン進むよ。何これね。
頑張ります。転送ゲート起動。おはせろとニンニン、忍者系バーチャル YouTuber の朝のルリと朝のあかねなのだ。アンチなんかに負けないよ。その状態何でも僕にお任せください。どの施設にご興味がありますか？これ渡されるの？なんか作ってあげる。なめすぎて言うのかしら。牛丼がいいな。牛丼？は？生き返っちゃった。どうして？ IH で調理したから電気ショックで。どの動画がいいかな。これにしよう。さすが我の力なのだ。どの動画を選びましょうか。これに決めた。出てきましたわ。これにするわ。これにするわ。初めて見るカードね。これに決めた。求めていたのはこれよ。これに決めた。これを待ってましたわ。これを選択するぞ。出てきたわ。これにしよう。新しいカードよ。やった。これにしよう。初めて見るカードね。これね。新しいカードだ。これね。新しいカードよ。やったわ。これに決めた。出たわね。これにしましょうか。これに決めた。新しいカードよ。これにしよう。出てきたわ。これにしましょうか。出たね。これを選択するぞ。さすが我の力なの。これにしましょうか。待って。仕方ないわね。牛丼。牛丼。お前配達員だったのかよ。海鮮丼。
織高校ゲーム部。ゲームと夢小説から学びました。どうも水瀬しあいです。こんにちは。まあ、いつもゲームをしたり歌ってみたり、まあ、メルガを作ってみたり、そんなね楽しく毎日過ごさせていただいております。ピースピース。ミッションスタート。どこに行こうかな。岩清水ことこです。ホラータレントに憧れてる VTuber です。中の人がすぐわかるのが特徴です。探索するよ。決めた。みんなおはようにゃらら。ホラー専門タレント事務所ホラーアカデミー。リズムに乗って。セキュリティシステム起動。